奄美地方に大雨警報が発表されました。詳しく見ていきましょう。奄美地方に大雨警報です。宇検村と瀬戸内町に大雨警報、宇検村と瀬戸内町に大雨警報が発表されています。奄美地方では14日夜遅くから15日明け方まで土砂災害に、14日夜遅くまで暴風に、そして15日明け方まで高波に警戒をしてください。台風の進路図を確認していきますと、台風14号は現在、台風13号は奄美市の南およそ60キロの海上を時速30キロで北西に進んでいると見られます。今夜にかけて雨や風の強い状況が続いていきそうです。今後の予想を確認していきますと、活発な雨雲のかかりやすい状況がもうしばらく続いていきそうです。引き続き大雨に警戒をしてください。アプリウェザーニュースでは詳しい台風の情報や今後の雨雲の動きをご確認いただけます。この後も安全な場所で情報収集をお願いします。以上、奄美地方に発表された大雨警報についてお伝えしました。